はい、おはようございます、中心部活動長、今日元気にオープニングから始まるよ。でも建物は右行ったり左行ったり上行ったり下行ったりしてるんで、今からごまかしたいと思います。それではどうぞ。はい、貼ってる動画はあげません。終わりました。いろいろ詳しい動画はですね、ぜひプロの方のポンコツでない方の動画をご視聴。今はね、見る時間もたくさんあると思いますし、匠のなんとかとかね、プロのなんとかとかいう方のね、動画をぜひご覧になってね、その後、僕を見てください。僕は必ず見てください。なるほどと、プロの技をこんなに適当にやったらこういう風になるのかと、大丈夫だという元気になる動画でございます。なので、技術動画はぜひ他のチャンネルでご覧になってから、私のチャンネルにまた戻ってきてください。ちょっと歯が痛くて。はい、やってきました、裏の方です。ですね、だいぶずれてましたね、上も下も。でももうね、このコブバルでごまかしました。今からね、この防水シートっていうのを本来は貼っていくんですけど、今ね、風がね、すごいんですよ。ビラ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 ってなるのはね、もう目に、僕でもわかるんです。なのでね、今日は今はこれやりません。だから作業に戻りたいと思います。はい、あっちで撮ろうと思ったら逆光だったんで戻ってきました。すいません。はい、これで、現場飯を良くする主催者の僕の今日の朝ごはん。それでね、米も買ったんですよ。でね、万が一本当に200人とか来たらどうしようと、冷静になって考えてね、鍋の炊き方を練習しました。もうすぐひらめいて、これで大丈夫だと、急に100人来ても。で、今ね、インスタでね、ディズニーランドとかね、今さに休んでるでしょ、こっち来いこっち来いと言うだけ言ってます。誰も来ないと思いますが、インディピアされて平和ですから。ということで、今日はこの辺で、風がきついですが、また明日、いつもご視聴ありがとうございます。毎度お気に、それではバイバーイ。Can you tell me where you